平和の塔と呼ばれた頃の前景地図望険の塔は、北海道最東端、野札部岬近くに所在する施設。通称は、オーロラタワー。旧称は、笹川記念平和の塔、または平和の塔。展望台から、北方領土を一望できる。笹川領一が、北方領土変換運動の象徴として、建設、1987年夏竣工した。 同年7月19日、笹川記念平和の東落正式典挙行。笹川良一、北海道副知事山中洋、根室市長、大谷海寺らが出席した。春行当初、地元の漁師の妻らが展望台に上り、携帯無線機で沖合の夫らにソビエト連邦側の警備艇の接近を知らせたという。最初の1年で約30万人が来訪した。 2012年には外観の汚れや電気設備などの老朽化が問題となったため施設のリニューアルを行った。しかし2020年までの数年間の入場者は年間8000人から1万人と落ち込み運営資金は関係者や支援者の寄付に頼ってきた。2020年3月以降は新型コロナウイルスの影響で来場者が見込めないため2021年時点でも 休館を続けている。財政状況が悪化し、電気や水道、エレベーターの保守点検を休止している。かつてレストランが入居していた併設する建物は、損壊が進んでいるが、撤去できずに放置されている。今後施設内に大型ビジョンを設置し映画を上映する構想があり、営業再開は諦めていないとしているが、当面の間休館を続ける。ありがとうございます。